生命様。生命様。琥珀。はい。生命様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。もう、生命様ったらな、もしかして、また記憶をなくしたことを気にしていて。いや、少しばかり、神楽のことを考えていてな。神楽様ですか？あの日、記憶を失った生命様が連れてきた、不思議な子ですよね。琥珀には、あの方が何を考えているのかよくわかりません。生命。様、別に。どうかしたのか。生命にお客さん。頼もう。貴殿が安倍の生命という陰陽師、友の仇、いざ見つけたり。何のことだ。我が名は犬神。貴殿がそこの獣の主ということは分かる。獣って琥珀のこと？確かにこの子は生命の式神だけど。ならば問答無用よ。いざ覚悟。うわ、大変です。生命様、こちらも式神を呼びましょう。目覚めよ、時は来た。戦場にいるキャラクターの行動順序は、まず発動したいスキルを選んでください。スキルを発動するターゲットを選んでください。ジュフタイム。真剣だ。五行結界陣抜刀。行くぞ。抜刀。空中如立よ。大丈夫ですか、生命様。銀の木、怨念に取りつかれ、その力が増している。友の仇、憎き陰陽師め。まだやるというのか。我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ、生命は殺させない。呪術、神楽様にそんな力が。ダメだ神楽、それ以上そのまま殺してしまう。神楽。神楽、大丈夫か。くらいの傷なら、どうせすぐに治るから。すごい、もうほとんど治癒してます。これは一体。よくわからない。私に宿るこの力が何なのか。ひとまず怪我はもう問題ないようだ。だがあんな無茶は二度とするな。うん、ありがとう生命。目が覚めた。いきなり襲われたら驚くわ。まずは話し合いましょう。そうよね、生命。どうやらわしの負けのようだ。さあ、煮るなり焼くなり好きにせえ。すまぬ、我が友のスズメよ。どうやら仇は取ってやれぬようだ。先ほどから一体何のことだ。全く身に覚えがないのだが。それでどうしていきなり襲ってきたの？あくまで白を切るというか。ならば教えてやろう。
わしがここに乗り込んできた理由をな。それは、そこの獣が、我が友のスズメを食らってしまったからだ。え？もしかして、琥珀のことですか？ああ、しかも残酷にも、生きたままバリバリと。かわいそうに、骨の一つも残らなかった。どうだ、陰陽師よ。お主がそこの獣に、我が友を喰らうよう命じたのであろう。琥珀、本当にお前がやったのか？そんな生命様、この琥珀を疑うだなんて。つまり誤解？もちろんです。生命様は信じてくれますよね。問題はどうやってあの者にそれを納得してもらうかだ。生命、私に任せて。もし本当にそのスズメが食われて死んでしまったのなら、なんとかなるかも。なんとかって、一体どうするんです？わかった。カグラに任せよう。一度だけ、身の潔白を証明する機会をちょうだい。身の潔白だと？そのスズメが食べられた場所まで、私たちを連れて行ってほしい。それでわかる。もし本当に生命がやったのなら、私の命も一緒にあげるから。今一度貴殿に問おう。お主が命令して、そこの獣に我が友を食わせたのではないのか？全く覚えがないな。陰陽師として神羅万象に誓おう。こっちだ、ついてこい。分かってもらえたんでしょうか？さあてな。それでカグラ、一体どうするつもりだ？見つけさえできれば、あとは私が話すから。生命様、先ほどの戦いちょっと危なかったですよね。ここは陰陽師として式神を召喚してみましょう。大丈夫です。カグラ様の助けがあれば、力を失っている今の生命様でもちゃんと召喚できますよ。覚えていますか？この世には幽霊や妖怪といった鬼、陰界の住人たちがいて、普段は山や川、都のあちこちに潜んでいるのです。生命様みたいな陰陽均衡を保つ力を持つ陰陽師は、その者たちと契約を結び召喚することができます。式神召喚にはいくつか種類がありますが、まずは